ようこそゲストの皆様こんにちはおたけんです今回も楽しみも一緒にやっていこうぜよーし <laughs> 出落ち <laughs> はい、皆さんもね、もう今気づいた通り、僕完全に滑舌悪いですね、今。<laughs> はい、なんでかっていうと僕、今日反応強制したんですよ。はい。で、反もついでに抜いて。はい、そんな感じの状況で今実況してるっていう。ふははは なんか取りたくなっちゃったんだよね。この状態で。はい。だからね、あのー、滑舌が失った状況になってるんで、これが、あのー、小田犬の声なんだ、みたいな感じでね、思われたらね、すんごい悲しいです、僕。ははははははは。まあね、あの、ちょっと知り合いの先生にやってもらったんですけど、先生曰く2、3週間で、まあ、滑舌は多分良くなると思うよ、とは。慣れで良くなると思うよ、って言われてるんですけど、僕ね、1日で治すんで。はい。そこのとこ、よろしくお願いします。はい。 そんで、やいきましょう。喋 <laughs> り方面白いな、これ。<laughs> なんだ、この滑舌。<laughs> もう滑舌がすごい言いにくいもん。はい。やばいな、これ。はい、ということで、じゃあ早速やっていきましょうか。今回はこのドアーズっていう、なんかお化け側になって、えっ、ー、と、人を驚かすっていうね、立場逆転のゲーム、やっていこうかなと思うんですけど、喋 <laughs> りづら。<laughs> 強制当日に実況喋りづら。<laughs> 昔から僕がやるホラーゲームは笑えるみたいな感じでね、言ってくださる方が結構いらっしゃるんですけど、だから今回滑舌で笑えるみたいな感じやめてくださいね、本当に。そういうのいらないんで。はい。もうやめてくださいね。ふ <laughs> りじゃねえぞ、おめえら <laughs> よし、やっていこう。あ、これで動かすのね。はい、わかりました。ニューゲームでいいのかなはい、わかりました。じゃあ、この辺でいきまーす。はい。<laughs> ど真ん中みたいなね。はい。冒頭、ゲストをゲフトって言ったんで、これでいきます。はい。<laughs> 僕はゲフトです。はい。お始まった <laughs> てか、めっちゃ白いんだけど、これ。<laughs> 色白だね。秋田県出身かな。はい。やっていきましょう。エンターで決定、選択。なるほど。バックスペースキーでメニューを開く。なるほど。メニューとかあるんだね。はい。ここ入れるあ入れるちょっと待っ,待って、待って、待って、奥行きたかったんだけど、これ。 進んじゃった感じ街外れの閉ざされた森。その奥には忘れ去られ。後輩下廃墟。シールモンド病院。<laughs> 発音悪。<laughs> 強制のせいじゃない今の。<laughs> 今の発音の悪さ、強制のせいじゃないから。はい、ホームレスの男、ジョジョ,ジョレスジョレス何それ。<laughs> ジョレスでいいの本当に。いや、ジョーでいいや。ジョーは今夜この廃墟で夜風をしのぐことに。なるほど。 しかし、この廃墟には、彼の存在を拒む者が住んでいた。なるほど。わかりましたよ。はい。エンター。行きましょう。エンターじゃなくて、俺今スペースを押して済んだからね。はい。行きます。てか、エンターとエグジットってやったけどさ、出口選んだら俺確実に実況者としてダメだよね。<laughs> はい。くそ。今日はこんなところに寝なきゃなんねえのか。やってくぞ。ここはなんだ来るな。来るな。 く、なんかいいんだよ、これ。<laughs> なんか、お、びっくりしょ。ねにねに殴られたのあ、違うか。扉が閉まったのかあ、やばいやばいやばい。悲鳴も曲はいたんだけど、もう誰かいいの <laughs> ジョーじゃなくて。はい。達成条件。ジョーを怖がらせろ。なるほどね。はい。はい。ここの。はい。 本と一回東側ろうか。なるほど。わかりましたよ。チュートリアルをよく聞こう。はい、聞きまーす。このゲームはターゲットが目標地点に到達する前に達成条件を満たすことが目的のゲームです。ミッションは2つのパートに分かれています。まず、準備パートでゴースを配置し、本番パートでターゲットを迎え撃ちます。はい。普通に読みます。まずは、準備パートです。 黒い子供を操作し、ドアに向かって Enter キーを押して、ゴースを選択してください。なるほど。あちゃんと説明されてんだね、これ。目に見えない幽霊。はい。目に見えないお化けが女王を驚かすみたいな感じか。じゃあ、これにしよう。これではい。OK。これで決まったかうん、決まってるね。虫好きの幽霊おばあちゃんが飼ってたゴキブリを扉の隙間から放出します。最悪じゃん。 <laughs> これ最悪じゃん、完全に。わかりました。じゃあ、ここに、じゃあ、ゴキブリばあちゃんをやります。<laughs> ゴキブリばあちゃんってだいぶ怖いけどね。はい。で、これで、はい、これ。あ、怖い逆さずりだって、これにしよう。はーい。これで行きましょうか。てか、番号がこれ、2、3、4。これってこっち側になってんだけど。え、待って、これ、上左から来るっていう落ちないよね。大丈夫俺が右から来たからさ、こっちから来るって思うじゃん。 思うじゃん。どうなんだろう行くか。はい。さあ、どうするーはどう動くお右から来た。空気が読めるやつだ。これ番号押せばいいのかお来た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 起きたすごい面白いじゃん。あここはなんもないんで。次3番だぞ。お前。覚えとけよ。さあ。ほらあれ、あれ、弱っ。<laughs> ゴキブリ一匹なんだ。俺、ゴキブリおばあちゃんって聞くもんだからさ、めっちゃ出してくんのかと思ったんだけど。<laughs> よし、ミッションクリアしたね。あいつ弱えな。<laughs> あ、ポイント制になってる。了解。うん。なにこれ。マリオ要素みたいな。<laughs> 音が完全にそうだよね。はい。配置可能がプラス1。お、やった新たなゴーストってことラッキー。いっぱい出てくんのかな、これ。 はい。じゃあ次ですね。おお前が出てくんのえ、この時点で驚かされんの俺。<laughs> 超顔でかいんだけど。はい。すごいな。あ、なるほど。ミッション2はこっからやるのね。はい。わかりました。はい。ホームレスに、え、待って <laughs>。ホームレスに話しかけることになってきてる、なんか状況が。はい。行きましょう。はぁ、あ。なんでこんなことになってんだか。 本当だよね。めっちゃ怖いよね。もう災難すぎるよね。<laughs> まあ頑張ってよ、はい。くそ。なんて日だ。<laughs> 完全に小峠さんだよね、これ。獲物は取り逃がすし、帰ったらポリコーが家の前で見張ってるし。最悪じゃん。災難すぎるでしょ。<laughs> 災難中の災難じゃん。寝床を探してこんな変なところに迷い込んじまうしよう。なんだよ、さっきのは。いいぜ。来いよ。ドッキリ番組でも、ポリでも。なんだったらホモでも相手にして。<laughs> ここでふざけてきたか。はい。確かにこんな状況で本も出てきたら超怖いよね。<laughs> お化けよりむしろ怖いかもしんない。はい。まあ、いろんな人がいますよね。はい。僕は女性が大好き。うん。ふざけてたら後ろから襲われるみたいな。んひゃー <laughs> ひゃーじゃない待ってよく見てビアーになってるはははは面白いな、こいつ。はい。超面白いぞ。な、なんだお前。どっから出てきやがったはい。なにさっきのやつは全部お前の仕業 ふざけんなディレクター呼んで来いテレビだと思ってるそうだよね。だってこの人、小峠さんだもんね。んえ、なななえ、もしかして本もののお <laughs> おーちゃ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 落ち着け <laughs> お前が一番落ち着けよ。はい。今言ったことは謝るから。のののの望みはなんだほら、お詫びに何でも言うこと聞くから。<laughs> こいつ絶対アニメとかに出てきたら一瞬でぶっ飛ばされるタイプだよね。ふふふ。 ルフィとかに一発でぶっ飛ばされちゃうみたいな感じのタイプだよね。はい、わかりました。パニックにさせるのか、次は。ゴーストの配置はかなり大事。はい、わかりました。やっていきましょうか。はいよ。なるほど。はい。一晩は、ここに俺を止めろ。いいな。こんな状況にさせられても、この人はここに止まろうとすんだね。<laughs> メンタルすごいぞ、こいつ。はい。てか、コクリって可愛いな。純粋だね。 たく冗談だろういいか黒書き <laughs> 黒書きって初めて聞いたんだけどよく聞いとけまず一つ質問だ人間はどんな時に逃げ出すはいオッケーうんめっちゃ言うじゃんはい寝るなよ <laughs> 寝てたんだかわいいなこいつ うん、このクソガキ <laughs>。黒ガキからクソガキに目が進化したんだけど <laughs>。口悪いぞ、お前。止ま、止めさせないぞ、お前。はい。なるほど。あ、丁寧に教えてくれてる。わかりました。じゃあ、まずはここに、えっ、ー、と、これでしょこれを置いて、次は、じゃあ1個飛ばすか。で、これ。はい。で、次は、 あ、ていうかこれもう一個仕掛けられるじゃあ次はこれいきますかまた。で、これで、ここで、えー、っと、ちょっと待ってよ。うーん、ここはいいな。やんなくて。え、てか階段あるえ、どういうことちょっと待って。いいや、とりあえず扉があと2つしかないから、これとこれでやったよね。はい。で、最後このフルフェイス。さっきのでかいか。あ、これか。怖いね。 こんなの出てきたら。これでいいかじゃ、これで、とりあえずやってみましょうか。よし、耳かっぽじって、よーく聞け。さっきも言ったように、パニックに陥れないと人は逃げていかない。左上にある、黄色いバーがターゲットの、SAN 値。だ。ふ <laughs> 普通にも。はい。これを0にすれば、OK。はい、とりあえずやってきまーす。いきますよ。お前が行くんかい。ふ <laughs> お前が行くんかい、ほんで。 はい、ゼロは何もないでしょ次さん。おい。あ、そう、これ長押しすんのか。お、すげえ両方できる。やばいやばいやばい。これね。最後、フルフェイス。いくよ、フルフェイス。来たどうなったどうなったどうなった超後ずさりしてるけど。<laughs> お前自分で指導したんだからな、それ。<laughs> やばいな、ね、あいつ。 半端ない謎野郎じゃん。ミッション3行くぞ。はい。ジョー君の指導で人の追い出し方を習得した黒い子供。うん。その時、ちょうどいいところに小太りの男が病院にやってきた。あ、違う人やばい。めっちゃ面白くなってきた。先ほど習ったことを駆使し、建物の中に入ってきた男を追い出そう。オッケー了解だ。俺に任せとけ。はい。ちょっとなんか、 やっぱ滑舌がね、すごいよね。滑舌自体が本当に言いにくい。<laughs> 滑舌が悪い時に滑舌って言わせるこの苦難。<laughs> こいつか。はい。おい、誰かそこにいるのか。助けてくれ。車が止まっちまったんだ。はいな。なんか持ってないこの人。ポテトとりあえずやってみよう。あいつの説明投げ。<laughs> よし。これでまず、初期段階の驚かせ方だ。なあ、いいか。で、次は、ここだ。 これかなはい、虫。お、虫来た。虫連ちゃんでやってもいいかもね。よし、やるぞ。OK。で、あ、ここ無理か、やっぱり。じゃあ、こっち行くしかないね。あの、見えない幽霊、虫、虫。ここ、見えない幽霊にしよう、また。で、あと何個。あ、2個ある。OK。全部埋めるぞ、これで。で、この、逆さずりの女で、最後、あの、フルフェイス。フルフェイス。 これで行きましょう。オッケー完璧じゃないよし、行きますよ。はい。ボールマン。ボールマンをね、驚かせますね。うん。お、来た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 。きたきたきたいいぞ。さあ来い。いつでもいいぞ。所詮はガキでな。適当なこと。やばいな、こいつ、やっぱり。ふざけんな、あじョー。行きますよ。うん、驚いてる驚いてる。よし、いいぞ。 お化け屋敷って楽しいよね。さあ、ゴキブリ地獄やばい、全然驚かない。ゴキブリ。すごいな、あいつ。このポテトだけは死守する、みたいな。<laughs> さあ、来るぞ。怖っ,っ。これ絶対怖いよね。よし、最後だ決めてだ来たよし、いいんじゃない <laughs> この動きかわいいな。<laughs> なんだその格闘ゲームでやられたような声は。はい。ということで、今回ここまでにしたいと思います。まだ続きはあるみたいなんですが、もし好評だったらやっとこうかなと思います。よければ高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいです。こんな感じでね、ホラーゲームバカゲーやってるんで、チャンネル登録お願いします。何回チャンネル登録言うねん、みたいなね。<laughs> はい。もうね、今日ね、滑舌めっちゃ悪いからね、もう明日にはね、もっと良くするからみんな。そこのとこよろしくお願いします。はい。また。 こういうゲーム当たりは飛ぶかなと思います。ってことで、次回の動画でお会いしましょう。では、バイ。